はい、どうもブラッククロタンです。いや、やっと来たね。で、隣にリジ君いるんですけど、はい、ちょっと今日はパートナーでちょっとねサポートしてもらう。はい、サポートさせていただきます。いや、長かった。いや、俺未だに信じられないもん、この日が来てんのかっていうのは。そうですよね。これがあと10時間経ったら終わってるんだもんね。実感がないんですよね。いや、マジ実感がない。本当に毎日徹底して、なんかもう10月中旬ぐらいに体がさ、実はさ、はい、不祥事起きてて、はい、うわもうやだな、やめようかなっていう時あったんだよ、実は。心が折れかけてた時あったんですね。心マジで折れかけてて、心身ともに体も、はい、でもいろんな人巻き込んでるし、やっぱ YouTube で言った以上はっていうところで、まあ、なーなーになりかけてたんだけど、はい、まあ、なんとか持ちこたえて、なるほど、今日までね。いや、だからマジね、奇跡だの、ここまで来れたことは。そうですよね。しかもリズ君も言ったけどさ、やっぱ一人で作り上げた体じゃないかな、はいはいはい、いろんな人のね、支えがあって、カラーリングしてくれたり、ボートレしてくれたりとか、あとまあ一番はね、視聴者さんがコメントで、やっぱさ、減量とか知らない人が多いと思うんだけど、いたわってくれた、コメントをくれてね、勇気をもらえてきました。ありがとうございます。ということで、まあここまで来たらもうマジで3ヶ月本当に 1% も残さず全力出し切ってきてきたので、人生で一番この3ヶ月は出し切ってきたので、まあ、悔いはないですね、もう結果がどうであれ。でもそれで終わりでいいんだけど、ここまで来たらやっぱりなんかね、もう勝ちたくなってきた。やっぱ怖いですけどね、やっぱ俺は勝ちますとかさ宣言するとさ、あ、その未来が分かんないから、分かってたらかっこよくさ、俺はもう絶対勝つっつって、そういう未来描けたらヒーローじゃん。分かんないな、分かんなくて怖いですけど、まああの、ね、期待を超えるような結果を今日見せたいと思います。ここでね、言い切りたいと思います。ということで、今日はお笑い一切なしの、もう生涯あるか分かん、一度あるかないか分かんないの、分かんない、プロタンのガチ一日になりますんで、見届けてやってください。口がね、マジパッサパサ。昨日も一睡もできませんでした。それぐらいプレッシャー感じてたんだと思う。はい、そうですよね。それと同時に、やっぱみんながすげえ応援してくれるから、勝ちにこだわってたんだと思う。はい、知らぬ間に。出たら俺満足だと思ってたんだけど、うんうん、なんかそうなってたんでしょうね。いや、そういう気持ちに、ね、この年でなれるって本当幸せだと思います。はい、こんなに並んでおります。まるでディズニーのトイストーリーマニアぐらい並んでおります。全員マッチョです。マチョニーランド、みんな体脂肪率一桁が並んでおります。とんでもない光景です、これは。終えられるように頑張ってまいりますので、FWJ カードの、登録番号、今日皆さんに絶券が与えられる。今時刻が10時40分なんで、俺は2カテゴリー入れるんで3時と6時で、残り5時間ぐらいここでゆっくりします。ここでもういいやってなったら終わりなんで、本当にここで今まで頑張ってきた苦しいのを思い出してエネルギーに変える、それをマジ忘れない。はい、ずっとこんな感じで足をね高くして血流をこっちに行くように寝そべってます。最後の最後までつらい。残り5時間。はい、試合開始までノービスね、まあ、最初の残り30分ちょっとになりました。雰囲気がちょっと変わってきましたんで、俺ももう戦闘モード入りたいと思います。で、この後パンプアップして出場です。張りはバッチリです。あとは気合でパンプするだけ。ここがマジ一番きついんで、まあ、様子見て焦らず行きたいと思います。腕キュッと張って、真ん中に入れる感じです。
サイドレーズやろう。オッケーっす。いや、はい。一回しますね。テーブル一回置いて、置いちゃって、そしてこれやります。トップの。大丈夫、聞いてる、聞いてる。まあ、後継式っていうか、後継入れて、上倒して、いい感じですかね。いい感じ、めちゃいい感じです。だからバックラッと入れてだけ忘れずに。ちょっと着替えすぐ置いとくんで、終わったらそこで着替えてください。これまた。続いて3組です。はい、それでは呼ばれた選手はバックステージ225番、18番、228番、239番、229番。
バコ。はい、ポート。225番の229番バコ。はい、プロント228番の239番スイッチ。OK、Thank you guys。 以上、FBG クロービスマイナス168でした。とりあえずまだちょっと油断できないんで、次レベル猛者たちのオープンなんで、そこでもちょっと 120% 出したいと思います。ありがとうございます。これ自信になるですよね。はい、絞りですか。1回もセンター取ってるんで、次ステージ立つときもっと調子よくなると思うんで、自信持って出れるんで、だからオープンも本当取るつもりでいきたいですね。はい、やばい、足がマジでつった。3時間後にあるんで、なんとか足の釣り直していきたいな。第4位、エントリーナンバー225番、山崎貴弘。はい、山崎貴弘。第3位、エントリーナンバー229番、西村直樹。第2位、エントリーナンバー228番、後藤芳樹、メイクジークノーベスマイナス168チャンピオン。エントリーナンバー239番、プロタウン。これ動画送るんで、なんか一言。いや、ちょっとできすぎてて、ちょっと何言ったらちょっと実感してないんですけど、まあそのなんだろうな、でも本当自分に偽りなく毎日本当命削る思いで、本当 100% 超えた日々を毎日送ってきたんで、まあその結果が今日、まあたまたま、まあいろいろ運もあると思うんですけど、恵まれたのかなと思います。いや、物語の主人公ですね、本当に。いや、ちょっと今日はできすぎてる。最高の展開ですね。ちょっとできすぎてる感もある。でもとりあえず自分を疑わず信じてよかったです。ノービスが終わって次6時からオープンなんで、またパンプできるようにバタおにぎり行きたいと思います。さっき胸焼きして吐いたんでちょっと怖いんですけど、すみません、はい、さっきよりいいです。マジで？さっきよりいいです。さっきよりいいですか？さっきよりいいです。間違いなくですね。多分、一応持ってきますから。胸のシチュエーションもさっきより強くなってますね。腹からギュッて入れてもらっていいですか？ちょっとお腹だけ。いいよ、めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。今のいいかもしれないですね、もしかしたら。ここ全部あるんで。うん。あ、いい、めちゃくちゃいい。今で急に良くなりました、確かに。うん。アートワークのプリンです。
フロント。はい、呼ばれた選手が入ってください。18番、229番、239番、350番、356番、357番、360番、361番。やりきりました。そうですね。もう全てやりきった、本当に。パンプも妥協しなかった、本当。意識飛びそうだったもん、パンプで。過去一の仕上がりで、過去一のパンプ、コンディション。ね、もう本当ね、大満足。よかったです、よかったです。はい、やっぱトップで争ってる姿ってマジでかっこいいです、本当に。すごかった。まあ、レベル高かったね。上には上がいる。第5位、エントリーナンバー239番プロタン。第5位、エントリーナンバー356番ヤギ。もうすぐ呼ばれるぞ。本当に全然崩れてない。全然崩れてない、うん、ありがとう。あ、待ってください。
さあ、ベンジュリー・ジーク・ノーベスオーバーオール最終決戦。どの選手が掴むのか。ワールドレジェンドクラシックノービスクラス NPC ワールドワイド FWJ リージョナルショー、ワールドレジェンドクラシックメンズフィジークノービスオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー239番、プロタウン。割れましたね、エントリー。さあ、オーバーオール優勝したアフロタン選手にはマッスルネックサプリメントセット、エクステンドサプリメントセット、キワリボディ、じゃあ行きます。こちらです。笑顔でにっこり外側で、はい、外側です。OK です。おめでとうございます。完璧すぎました。完璧すぎますね。ちょっとやばい。やばいね。ありがとうございます。すげえドキドキしたのが、あのコールが一回もかかんなかったんですよね。入れ替わんなくて、これどういう意味だと思って。俺もちょっと無理だなと思って。そうですね。位置的にはですね、順番的に審査員が結構チラチラ見てくるからさ、まだ捨てられてないのかなって思って。僕がやっぱりあのこれ勝ったんだなと思ったのが、もちろんコンディションもそうなんですけど、やっぱりバランスがやっぱ一番いいんですよね。あ、よかった。でやっぱりその身長で言ったら階級一番ちっちゃいんで、体のそのフレームで言ったらやっぱ他の大きい選手がやっぱでかいじゃないですか。やっぱりポージングの自然な綺麗さと、うん、あとバランスがマジ良かったんで。ああ、良かったです。いや、ちょっとできすぎてます。さすがにできすぎてる。これはドラマでもないと思う。こんなハッピーじゃなかなかないですよね。ちょっと俺無意識で審査員に賄賂渡しちゃうから、ちょっと確認してくるわ。それ疑われちゃうかもしれないんで。ちょっと俺無意識に渡しちゃう可能性もあるから。そうそうそう、ちょっと後で聞いてみます。はい、出場量もしかしたら100倍ぐらい取り込んでたかもしれないね。いやいやいや、そんなことないです。実力ですね、本当に。いや、ちょっとよかったよかった、本当によかった。これはビビった。いや、ちょっと本当と現実受け入れられないってこういうことかと思って。そうですね。ちょっと全然本当夢のようで、あと本当に夢のようだな、なんだろうなと思ったのが一つあって、オーバーオール取った人って、うん、トロフィー絶対みんなこうやるんですよ。小田さん、やり方わかんない。こうでしたね。なんだこれ。大阪のグリコのマークみたいな。いや、ちょっとこれはよかった、本当に。いや、もう猛烈にパンプした甲斐があった。最高の流れでしたね。過去ね、一番最後、ね、本当本気でやったんだよ。よかった。いや、ちょっとこれ唐揚げが出来すぎてる、この後の。いや、本当ありがとうございます。よかった、よかった。はい、ということで今帰ってきまして10時ぐらいですね。今でも信じられなくて、なんかお腹空いてた空腹どっか行っちゃいました。こんなことってあんのかなと思って。いやー、まあ、結果から言うと、まあ、ノービスとオープンっていう、まあ、オープンは結構ハイレベルな地方の優勝者とか、結構そういう本当猛者の人が出るカテゴリーなんですけど、まあ、そっちは5位で、ノービスっていう、まあ、今もう新人とは言えないですけどね、もうレベル高すぎて今のそのワールドレジェンドというところで、まあ、優勝させていただいて、でその身長別階級別の優勝争いのオーバーオールでも優勝させていただきました。いや、ちょっとできすぎてますね、これは。まあ努力したのが報われたっていうのもあるけど、まあたまたま運も、ね、いろいろ絡み合って、まあ、こういう結果になったんで、まあすごい素直に嬉しいですけど、なんていうのかな、なんかね、減量をここまでできたことが俺にとって本当奇跡で、なんか今年はあの不幸が多すぎてか、本当に置き去りになったような感じで、
すいません、ちょっと抑えてた感情が、すいません、こんな泣くことじゃないですけど、なんかもう本当自分が嫌になって、まあ言ってなかったんですけど、病気になる前に愛犬も死んで、なんでこんな続くんだろうってずっと思って生きてました。まあなんか本当もう消え去りたいなっていう気持ちになった時もあって、自分のことが昔は好きだったのに本当に今年は自分のことが嫌になって、すいません、自分が自分で良かったって思えるようにこの3ヶ月ずっと言い聞かせて、でもずっとなんかもう大丈夫かなっていう、もう疑いしかなくて自分に、でももう大丈夫大丈夫ってずっと言い聞かせて生きてきたんで、なんか今それがまあ確信というか、本当心の底からずっと疑ってたのが晴れた気がします。まあ正直減量もきついんですけど、まあそういったことが辛くて、でもそれを受け止めて、それでもなお自分の人生いいなって思いたかったので、今回ね出ました、フィジーク大会に。本当にギリギリだったんですけど、でこういう結果になって信じられないですね。本当に大げさじゃなく皆さんのおかげです。皆さんのコメントで本当救われました。別になんかこの結果が、まあ、確かに ね、すごい、まあ、できすぎちゃってるものですけど、まあこういうのはもう一瞬でしかないんで、何がやっぱ何が本当大事かって、なんかもうね、生きてるだけで合格点だと思ってるんで、本当に皆さんが、まあ当たり前ですけど存在して、で俺の糧になってっていう、ただ存在してるだけで本当に救われてるんで、まあ別にこれが取ったところで何も人生変わんないんですけど、まあ焦らずね、まあ皆さんもね、いろいろあると思うんで人生ね、今見てる人で不幸のどん底とか、まあすごい人生悩んでる人いっぱいいると思うんですけど、みんな同じで、でもなんかそこから希望を見出してね、自分が自分で良かったって思える人生をね、覚悟すれば、まあ一つのゴールにはたどり着くのかなって思いました。まだまだ続きますけど、僕はまあこの今年のいろいろあった思いをまあゴールできたのかなと思います。まあ、また続きますけど、はい、すいませんすいません、マジでちょっと思い出しちゃいました。ちょっとあんまり脳裏に焼き付けないように喋ろうと思ったんですけど、すいません、これからも変わらずに、はい、ただのイベントなんで、ただの本当のなんてことない一日なんで、まあ、今回はすごい特別な日になりましたけど、一番大事なのは日常なんで、はい、それを大切にね、まあ、忘れずに、まあ、過ごしていきたいと思います。今後も別にこれやったからなんか特別なことするってわけでもないし、通常運行で、まあ、皆さんと一緒になんか生きていけたらなと思います。 YouTube 通じてですけど、まあ、改めて本当良かったです。はい、これはちょっとできすぎてますでもまあ死に物狂いで努力して、まあ死に物本当に命削ってこの3ヶ月間来てたんで、まあ、それがこういう形になって本当素直に、本当素直に嬉しいです。はい。いや、なんか生きてるって素晴らしいですね。臭い言葉ですけど、生きてるって素晴らしいですね。うん。結局だから本当生きてるだけでね、合格点ですよ皆さん。だから、まあ、まあ、そうですね。まとまんないわ。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ちょっと、そうだね。感情がおかしくなるんで、この辺で。
応援ありがとうございました。本当にゆっくり休みたいと思います。でも明日から筋トレ行きます。普通に仕事して筋トレしてご飯食べて寝てまた朝起きてその暮らしがまたしたい。